ヒロキッティアは地中海のキプロス島に残る新石器時代の遺跡である。1998年にユネスコの世界遺産に登録された。この遺跡は地中海東部に残る戦士時代の遺跡としては保存状態の良好さと価値の面で特に重要な部類に属している。その重要性の多くはこの遺跡が集落を形成しているだけでなく、 その共同体を守るための城壁を張り巡らせていることで、組織化された機能的社会が存在していたことを伺わせる点に関わっている。魔性石器を用いていたムドキ時代は、ヒロキティアの集落と、他にキプロス全土に広がっている類似の遺跡によって示されている。この遺跡は1934年に、キプロスの古物化石者のポルフィリオス・ディカヨスによって、 発見された。彼は1934年から1946年の間に6度の発掘を行い、その最初の発見は1934年のヘレニズム研究誌に掲載された。さらなる発掘作業が1970年代に行われていたが、トルコ軍のキプロス侵攻で中断した。1977年からアランル・ブランを責任者とする。 フランス人調査団が派遣され、発掘が再開された。この遺跡は紀元前7000年期から、紀元前4000年期のものである。ヒロキティアの施設は、海から約6キロメートルのところにあるマロニ、川渓谷にある丘の、島の南岸に向かった斜面に築かれている。この集落で暮らしていた、戦死時代の住民たちは、農業や牧畜などで生計を立てていた。集落は、 川と分厚い壁によって外界と遮断された環境にあった。壁は厚さ2.5メートル、高さは現存する最高のもので3メートルに達し、おそらく壁に作られていた、いくつかの入り口を通じて入村していたものと考えられている。壁の内側の建造物群は密集した円筒形の構造物で構成されていた。 これらの建造物群の下部は、石造りだったが、工場的に石の外壁が継ぎ足されていき重厚なものになっていた。このため、内径のばらつきが1.4メートルから4.8メートルなのに対し、外径は2.3メートルから9.2メートルとかなりの幅がある。ペシャンと潰れた平屋根が発見されたことで、すべての屋根が、 ドーム上であったというかつて信じられていた見解は揺るがされた。住居内部の区画は目的に応じたものだった。室内には調椅子や料理、暖房用だったと推測される炉などがあり、窓には多くの場合、上階を支えるためだったと応募式窓管壁の痕跡がある。住居は開かれた中庭を中心として密接し、住居群全体で一つの家のように機能していたと。 考えられている。集落の人口はどの時点でも300人から600人程度の枠に収まっていたと考えられている。人々はやや背が低く、男性の平均は1.61メートル、女性の平均は1.51メートル程度であった。幼児死亡率が非常に高かったので、平均寿命は22歳であった。平均して、 成人男性は35歳程度まで、女性は33歳程度まで生きられた。死ぬと、薪殻は、家の床下に屈創された。遺跡や副葬品などから、僧礼の思想があったものと推測されている。キープロスで知られている文化としては最も古い段階に、属する。この集落は、主に農耕、狩猟、牧畜と結びつき、うまく組織化され、 発達した社会で成り立っていた。農耕は主に穀類を植えていた。彼らは周辺地域に自生した果実、つまりピスタチオ、イチジク、オリーブ、プルーンなども採集した。遺跡から見つかっている動物の遺体は鹿、羊、ヤギ、豚の4種である。ヒロキティアの存落は紀元前6000年頃に未知の理由で突然放棄された。島はそれから ソティラ人が訪れるまでの1500年ほどの間、無人島になっていたようである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。